Đây là thực hành động đất. それでは、ガタンを少しガタンと高くします。ガタンと入れますが、まだ自信ではありません。ガタンします。それでは、スタートします。 震度7の揺れは皆さんどうだったでしょうか。今日はしっかりつかまっているので、あまり怖くなかったかもしれませんが、震度7までの揺れを体験して、あと一つやりますが大丈夫ですか。次は日本で起きた大きな地震の再現です。実際シミュレーションではなく実際に起きた地震の再現をしてみます。 さっき映画でも出てきた関東大震災で1923年大正12年9月1日に発生し、マグニチュード7.9、最大震度7を記録しました。左側の波形の通りに揺れていきます。 今揺れた時間は約40秒間でした。 実際に揺れた時間とほぼ同じ40秒間揺れました。 では台を元の高さに戻しますので、もうしばらくそのまま寝てください。 ガタンと下がります。 Xong rồi à? Ok. Xong thấy ai ngồi xuống bịt đầu vậy?